ジャン・ド・ベタンクール4世は、フランスの探検家。1402年より一体を率いて、カナリア諸島探索を行い、まず、ランサローテ島北部に上陸した。その後、カスティーリャ王国の命により、フエルテ・ベントラ島とエルイエル島を征服し、統治の支配勢力を駆逐した。ベタイクールは探索の援助をしていた、エンリケ3世から、カナリア王の称号を与えられたが、 本人はその後もあくまでエンリケ三世の神であるとの認識を持っていた。詳細は植民地界以前のカナリア諸島を参照カナリア諸島の存在はカディスのカルタゴ人によって知られるようになった。ローマ時代の著述家であるダイプリニウスは当地を私服者の島と記している。ジェノバの探検家ランチェロット・マロチェロは1312年に諸島を再発見したことで知られている。 1339年、マジョルカ人のアンジェリーノ・ドゥルチェルトが初めて、カナリア諸島の地図を作成し、島の一つを、ランサローテと命名した。サンマルティン・レガイアール・ダンシャク・ジャンド・ベタンクールの記事は、ノルマンディ地方のグランビル・ラテン・チューリエールであり、父は、ジャンド・ベタンクール3世、母は、マリエ・デ・ブラッケモントである。フランスオシャルル五世は、ナバラ王国との構想の最中、 当地一帯にある親ナバラ勢力の城塞について、そのすべてを破壊するか、何らかの形で領主の防衛能力を奪うよう、命じた。ベタンクールの父は、ベタイクールがまだ幼児であった1364年5月、コシュレルの戦いに、ベルトランデュン・ゲクランの騎下として参戦し戦死した。グランビルの城塞は1365年に、破壊された。1377年。 15歳になったベタンクールは、ルイス星、男獣に主観し、その従者となった。1387年から1391年の間頃、彼は、ルイド・バロアとトゥーレーヌ公の法務官という名誉称号を授与された。1387年、シャルル6世は彼に、グランビル城を再建する許可を与えた。グランビルの領主として、 ベタイクールは七つの教区とその中に流通するあらゆる物品に対する権限を得た。彼はベルトラン・デュー・ゲクランの後継者であるオリビエ・デュー・ゲクランの庇護下に入り、グランビルをロングビル公領の俗領とする形を取った。後年、ヘンリー五世がフランスに侵攻してノルマンディの支配権を得るとヘンリー五世に従属する形に改められた。当時、 英仏両国の力関係は非常に不安定であり、ベタンクールは英仏いずれの勢力に対しても海賊的行為を行っていたとみられる。1392年、彼はパリにおいてギヨーム・デ・フェイルとマーガレット・デ・シャーティアンの娘であるジャンヌ・デ・フェイルと結婚した。1390年、ベタンクールはトゥーレーヌ公に従ってマーディア十字軍に参加した。これは ジェノバの承認勢力が主導したもので、北アフリカのバルバリア海賊を標的とした。十字軍を名乗ったのは、ジェノバの元首の提案によっている。他の十字軍と同様、従軍者は参戦したこと自体が名誉となり、債務の支払い猶予や、軽装事案の免除、強行の職有状といった恩恵を得られた。ルイ2世率いる1500人の騎士からなる、フランス軍は、チュニスのマーディアにおいて、 戦闘を行った。フランス勢力は当地の地勢に通じておらず、また威力のある工場兵器を携行していなかったことなど誤算が重なり内部分裂を起こした。バルバリア勢力側もより重装備の敵増援が来た場合は撃退できないだろうという認識を持っていた。膠着状態が続いたことによる疲弊に加え陶器が近づいたためフランス軍は ジェノバ勢力が取り付けた停戦交渉に合意した。ベタイクールはこの一件の際にジェノバ人たちからカナリア諸島の存在を伝えられ、諸島に適正で高価な占領オールセインの材料となる地類が入手できることを知ったと考えられる。人中ではオルレアン後期化時代の同僚であるガディフェールド・ラサールと再会し、後日ともにカナリア諸島へと向かうことになった。 当時、カナリア諸島には、スペイン系の商人たちが多く訪れていた。ベタイクールは、遠征費用を賄うため、1401年12月、パリの自宅といくつかの家財道具を200フラン金貨で売却した。彼のおじである、フランス中カスティーリャ公使のロバート・デ・ブラックモンは、ベタンクールの所領を抵当として7000ポンドを融資した。ルイス・モレリの記述では、 エンリケ3世はベタンクールを支援していたブラックモンがカナリア諸島を制圧してくれるものと期待していたという。ル・カナリエン初州の1402年に出港したノルマン勢力体験艦隊の一隻を描いた絵画。1402年5月1日、ベタンクールはラロシェル港から280名の乗員と共に出港した。探検を記した本、ル・カナリエンによると、 その中には、グアンチェ族のフランチェスコ海派層2名がいたが、彼らは、初期のカスティーリャによるカナリア諸島探検で捕らえられ、洗礼を受けた者たちであった。また、この遠征では、ジンリテ・テプラド・ームが、管理官として加わっており、重要な助言役を務めた。フィニステレ・岬を通過して、カディスに至ったところで、一部の水夫が全途への不安から、航海の継続を拒否した。 ベタイクールは出港時点で80人いたスイフのうち53人のみを引いて航行を再開しカナリア諸島の友人島の中で最も北に位置するランサローテ島に到着した。ベタイクールは諸島の探索をガディフェールド・ラサールに任せ一旦カディスへ引き返してカスティーラ王国の支援を求めることにした。しかしその隙に体内ではガディフェールともう一人の指揮官 バースンでバーナベルとの主導権争いが生じた。バースンは、ベタイクール帰化のノルマンディ人たちとガディフェール帰化のガスコーニュ人たちとが対立するように仕向けた。この揉め事は、先住民の統治者をも巻き込み、ベタイクールが隊を離れて、わずか一月ほどで多くの死傷者が出た。この間、ガディフェールは、フエルテベントラ島の制圧や、その他の島々の探索を行っていた。 1404年に、ベタイクールがタイへ合流すると、ようやく島の情勢は落ち着きを得た。同年、ガディフェールとベタンクールは、ベタンクリアの町を建設した。ベタンクリアという都市名はベタンクールにちなんだものである。数年後、ベタンクールは、グランカナリア島南部のアルグイネグインにおける戦いで、同島の先住民集団を打ち破り、カナリア王の称号を得ることになった。 1422年、ベタイクールは没し記事であるグランビル・ラテン・チューリエールの教会に埋葬された。ベタンクールの子孫たちはその後もカナリア諸島内で牽制を振るった。代表的な人物として、ラオリー・バシガイに現存する建築物カーサで、ロス・コロネレスの建設者、ハネス・デ・キャブレラ・ベイトンクワがいる。現代では、ベタイクール内 ジャンド・ベタンクールが使用していたその他の姓は、カナリア人やカナリア諸島出身の先祖を持つ、人々の中によくある名前となっている。ベタンクール自身には、子供がなかったが、先住民たちが洗礼を受ける際に、彼や彼の後を継いで漁師となった老いの町ほど、ベタイクールに習った姓をつけたものと推測される。アグスティン・デ・ベタンクールは、ジャンド・ベタンクールの子孫にあたる。 フランスにも2系統の冒険親族が残っており、近年ではロレアル社の女性社長と結婚した政治家アンドレ・ベタンクールを輩出した。ありがとうございます。